さん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回ですね、私の誕生日がね、近い、もう過ぎちゃったんだけど、もう近かったということで、いろんな人からプレゼントをいただきました。戻った戻ったのプレゼント来たね、よかった。すごいね、あのディズニーとか行ってて時間がなくて開けられなかったんですけど、そうそうそうね、ね、あの誕生日近くにね、いろんな人からプレゼントをもらいました、うん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。じゃあまず、やったー、楽しみ。じゃあいつもお世話になってる事務所のね、ウームさんからね、あのバディさんからいただきました。ありがとうございます。バディさんからはね、うん、こちらの2点もらいました。可愛くないですか。しほちゃんがね、カービィ好きなのね。可愛くないですか。書いてある、なんかファイルがなんか袋に入りませんでしたって付箋が書いてあったね。本当だ、入んなかったんだ。かわいい、めちゃくちゃ可愛いんです。なんか、え、2枚入ってるの。2枚セットってことじゃない。おー、すごい、すごくない。開けてみたら、開けてみよう。めちゃくちゃ可愛い。可愛い、こんな感じでね。いいじゃん。後ろも見て。あー、かわいい。これかわいい、うん、使おう。ありがとうございます。じゃあ次、はい、こちらの袋のプレゼントを見ていきたいと思います。ねえ、なんだろう、楽しみだね。楽しみ。リミちゃんの誕生日は2ヶ月後だから。あ、すごい。なんだろう、2ヶ月後いくよ。いくよ。全部一気にしよう。いいよ。せーの、じゃじゃん。あー、すごい。何？カービィじゃない？カービィだ。カービィの腹巻きか。カービィなの。じゃあ一つずつ見せてください。あ、かわいい。腹巻きじゃない。なんで腹巻きとか言うの。やっぱり赤いのにちゃんとさ、メッセージカードがいつもこうなの。ありがとうございます。後で読まなきゃね。読まなきゃ。はい、というわけでカービィのハガキが入ってました。かわいい。かわいいよ。ポストカードね、うん、使えないね、もったいなくてね。もったいなく使えますよね、うんうん、飾っとけばいいよね。見て、カービィのポーチなの。あ、かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。カービィがお買い物してる。かわいい。こんなのあるんだね。ね、めちゃくちゃかわいい。あ、待って、待って、中にも。あ、中にも入ってた。すごい。すごい。中にも。カービィのマスキングテープ入ってた。すごい。ちょっとリム映ってないですよ。もう興味津々なの、リミちゃん。かわいい。何買ってんだ。パンとカービィやちゃう。カービィやちゃう。あともう一つ入ってて、これ何だろう、うん、あ、これあのマスキング。あー、変わらう時とかの。変わらう時にさ、あのこうやってヘアバンドみたいな。そう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 。か、かわいい。そうじゃないの。モコモコヘアバンド。あ、そうだ。え、かわいいちゃん、つけてみて。俺ついてるけどいい。タグついてるけどいい。うん、痛くない。あ、かわいいじゃない、それ。もしかして、めちゃくちゃ。え、前髪あげないの。前髪あげんでしょ。あげるよ。前髪あげるために使うんでしょ、それ。おでこにょん、おでこみょんって、いつもみょんってしてんの。みょんってしてる、ルーティーンとか。あ、かわいい、かわいい。いいじゃん。あ、いいじゃん。かわいい。あ、これかわいいね。映ってる、カービィちゃん映ってる。これでカービィ。これ、これとおしろい。ほら、見て。ステッキ持ってないバージョン。ステッキ持ってないバージョン。あ、かわいい。いいじゃん。ね、めちゃくちゃかわいい。いい、いい。嬉しい。見て、中もさ、うん、ほら、あ、バッグとか。ほんとだ。おしゃれな裏地だね。かわいい、かわいい。よかったね、またカービィグッズが増えたじゃん。うん、大好きな、大好きなカービィちゃん。ありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しいです。ね、よかったね。ありがとう、ウームありがとうございました。ウームさん、ウームありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次、なんと視聴者さんからもいただきましたね。はい、じゃあ視聴者さんですね。まずこれで一人ですね。すごい、ごめんなさいなの。うん、え、すごい、しほって書いてある。でも多分その封筒を
じゃあまず水筒から見てみる。多分もうそれを見ただけです。ピンとくる。誰かわかった。なんでわかる。いつもね、応援してくれてね、くれるんだよね。ありがとうございます。じゃあ、ひょうちゃん、誰から来ましたか？みずきさん。はい、みずきさん。いつもありがとうございます。ありがとうございます。うん、みずきさんだよ。ハッピーバースデーって書いてくれてるね、ちゃんとしおばちゃん宛に。ほんとだ。あー、ありがとう。なんか、みかんちゃんとか見ると懐かしいね。ねえね、後ろにさ、うん。あ、なんか後ろに。ガララとガララ。ね。なんか後ろに封筒がついてるんで、そこを開けてみようか。うん、中は後でね、じっくり読みましょう。はい。なんか入ってた。うん、どれか大丈夫。めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。あ、かわいい。かわいい。まずね、あのキラキラが。キラキラ。かわいい。キラキラ。なんかお花だね。あ、なスライム。そう、スライム。スライムかわいい。キラキラです。でね、でね、あとはアイロンビーズで作った腕輪。本当だ。かわいい。しかもピンクだね、ちゃんと。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。お手紙がついてました。後で読みたいと思います。うん、お手紙は後でね、読ませていただきます。はい。はい、じゃあ。プレゼントかな？うん。これはしほちゃんの好きな雑貨屋さん。よくね、さくらんぼだ。最近行ってないね、でもさくらんぼ ね, ね寂しいね寂しい、ね、最近行ってない。開けよう。うん、あら、いっぱい入ってる。なんだろう。あー、かわいい。じゃあ見せてください。まず星型のね。おー、しほちゃん星カチューシャ好きだからね、つけてみて。これから夏だからね。あ、いいんじゃない。かわいいよ。かわいい、かわいい。で、あと、あ、やばい。何？大興奮。あー、かわいい。こんなのあるの？よかったね。すごくない？これ。これは大興奮。私見たことないよ、こんなの。売ってるんだね。めっちゃかわいいじゃん。これは大興奮だね。え、そこにつけるの？うん、文字ぶっ刺しちゃった。あ、かわいい。ギョロメ、大好きなギョロメ。ギョロメも大好きだから。あとでカバンとかにつけよう。そうだね。で、最後ほら見て、これレインボーのユニコーン。かわいい。めちゃくちゃかわいいんだけど、ね、レインボー、しかもクリアでかわいい。かわいい。うん、これもカバンにつけよう。ね、カバンにつけたらかわいい。夏バッグ、夏バッグに合いそうね。ありがとうございます。いつもね。でもまだあるんじゃなかった？そうか、まだそのもう一つの袋になんか入ってた。なんだろう。こちらもまたたくさん。見てこれ。あ、これ懐かしい。弾むやつじゃん、これ楽しいやつ。ありがとうございます。ほら、これ遊びに行こう、これ、うん、白コロも喜ぶかな。白コロも喜ぶかな。これ舐めたら、あやー、やばい、あやー、やばい、うん、うん、怖い、怖いよ。どうした？またカメラの北村で、ほら、カービィもほら前もね、もらったよね。カメラの北村でカービィ、カービィなんかレアっぽくて可愛いんだよね。可愛い、これ。なんか見たことない、なんか柄っていうか。そう、カメラの北村なの、なぜか、ね、前もカメラの北村でカービィの缶バッジもらったのね。そう、可愛いよね。可愛い。これを見たら、しほちゃん、あ、しほちゃんが好きだと思ってくれて買ってくれたのかな、わかんないけど、ね、ありがとうございます。いつもね、本当にね、いつもね、送ってくれて、いろいろと。最後です。肌あんの？あー、いつもの。いつもこれもいつもね、作ってくれ、たくさん作ってくれるんだよね。あれ、なんだろう、チェーンがついてる、今回。かわいい。鍵？鍵とお花。あ、かわいいね。鍵とお花のやつとか。チェーンがついてる。そう、指輪じゃない、それ。あ、指輪だね。あ、かわいい。指輪にティアラに。女の子っぽいね、今回はすごく。指輪に、うん、ティアラに。上手、上手だね。あと木の下で、桜の木の下で寝てる猫ちゃんに。ピンク色の猫ちゃん。本当だ。なんか全部しほちゃんっぽい感じの。あ、見て、ユニ、これ髪
ミリシャあ、本当だ。本当だ、カメラ。あ、ちょうどいいね、リミに。あ、落ちる。かわいい、エドクちゃん。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ね、すごい上手だね。すごい上手だよね。はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一旦こっちに。はい、というわけで。ちょっとね、リミちゃんとパパを2階に行っちゃいました。はい、というわけで。ラストのね、ラストなんですけど、またなんかファンの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お名前だけ、下のお名前だけ言っとく？ミキさんです。ミキさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。開けてみようか。なんだろう。頑張ってね。私も。大好評。いや、うん、いや。うん、何？あー、かわいい。文房具セットでしょ。しほちゃん、ハッピーバースデーって。私もしほちゃんと同じ誕生日です。嘘。おめでとうございます。私もピンク大好きです。一緒じゃん。プレゼント使ってね。ありがとうございます。ちゃんとミキはひらがなで書いてある。うん。メリア。ねえ、かわいい。見せて見せて、全然映ってないけど。あ、かわいい。今読んだやつ。うん。あの、前がね、あのね。うん、ピンクで後ろがなんか水色っぽいね。あ、パンダちゃんいる。じゃあ開けてみようか、せっかくだから。うん、おお。すごい。あ、リミちゃんもいるもん。リミちゃんにもくれたんだ。じゃあリミちゃんちょっと上行っちゃったから代わりに読んでください。うん、リミちゃんへ、はじめまして。うん、リミちゃん可愛くて大好き。いつも YouTube 見ているよ。学校大変だろうけど頑張ってね。これからも四方リミチャンネル応援しているから頑張ってね。プレゼント使ってね。しほりみチャンネルって英語だった。おお、すごい。リミの分までありがとうございます。優しいね。だから水色だったんだね。だから裏が水色だった、うん、あ、多分これノートと下敷きじゃない。そうなの。しほちゃんとピンクの開けてみよう。ノートと下敷きと上位じゃない。すごい、かわいすぎる。かわいすぎる。リミパンダ好きじゃん。うん、かも。あ、ほら、やっぱり。ほら、やっぱり上手。あ、かわいい、しかも。めっちゃかわいいんじゃない。見せてください。ね、下敷きと定規同じだ。嘘。あ、かわいい。同じ柄。本当だ。近いかな、ほら。これはかわいいね。これはかわいいな。ね、やばい。すごい使えるね。よかったね。連絡帳だ。あ、連絡帳？あ、連絡帳。私連絡帳コーナー使ったことないよ。いつもジャップにか学習帳。よかったじゃん。でももったいないね。もったいないね。これがノートね、連絡帳だって。こんな感じ。で、これが下敷きで、うん、これが定規。定規、うん。中はこんな感じ。かわいいよね。もうみんな今はこうなんだね、ほんとね。はい。そうだ、ミキさんおめでとうございます。あ、ミキさんおめでとうございます。じゃあ、リミちゃんの分もちょっと。4月21日誕生日ということは、なんとヒカキンさんとも同じです。そうだね。やばいですよ。ちょっと代表でリミちゃんのも見てみようか。うん、リミちゃんに渡すけどね、ここね。ちょうどね、上行っちゃったからね。ね、多分これも下敷き。あ、違うわ、やっぱり。ん？やっぱりこれも下敷きと。ほんとだ。すごいね。すごい。あ、かわいい。かわいい。あ、見て、これ同じだった。あ、いいな。かわいい。あ、かわいい。これはかわいい。同じです。同じ。かわいい。あ、もちろん定規も。もちもちパンダ。かわいい。めちゃくちゃかわいいんだけど。これは喜ぶね。これパンダじゃない。パンダじゃないの。パンダじゃない。クマちゃんじゃない。あ、クマちゃんか。ほら、あ、ほんとだ。よく見るとクマちゃんなんだね。でもかわいい。かわいい。待って、これリュウジって見たらめちゃくちゃ多分喜ぶよね。え、しかもさ、うん、同じなんてね。え、ノートとリミはね、下敷きとか全然興味ないからね。逆に嬉しいかも。これも連絡帳だ。あ、ほんとだ。かわいい。わおわお。すごいね、中は。あ、かわいい。あ
リミは次の連絡帳は決まりだね。決まりだね。嬉しいですね。ねえ、ジョータよかったね。いろんなプレゼントがもらえてね。うん。で、ジージとバーバからもケーキと、あとお小遣いをいただきました。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。で、ママからは自転車とディズニーランドのプレゼントされました。そうだね。今年はもう自転車って決まっててね。そうなりました。はい、ありがとうございました。はい。プレゼント使ってねって言ったよ。見てこれ。すごく可愛くない？え、可愛すぎる。可愛くない？可愛すぎる。しかもね、それ連絡帳なんだよ。連絡帳とね、下敷き同じ柄なんだよ。同じ柄なんだよ。じゃあ使う、これ。可愛いよね。今日から使うの？早っ。まだノートなくなってないんじゃないの？うん、なくなってない。使いたいの？使いたい。かわいいよね。もう私も4年生から変えたばっかりだからさ。そっか、もうちょっとしてから使う、うん、もう少ししてから私も連絡しようと思う。ね、よかったね。ありがとうございます。誕生日でもないのにね。ねじゃあ誕生日でもないのにありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。しーちゃん見せて。グミ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 ペア、存じたおやつが甘い。